久保さん、負けたくないですね。僕の髪の毛は負けてるかもしれないですけど <laughs>。ちょっとこれやばいっすね、本当に。本当にないなまあ人生はね、負け、まあ勝負だと思うんですよね。負けるか勝つかと。僕はあの、カイジのすごく好きな、あの、トネ川のね、最後、あの、トネ川のスピーチで、 余ったれてんじゃねえと。なんか、ここで勝たない奴は、クズだみたいなね。クズのクズだみたいなね。勝つしかないんだっていうね、あの説教がね、僕すごく好きなんですよ。お前は、お前らはなぜここにいるんだみたいなね。そもそもお前らはなぜここにいるんだと。ここで勝たない奴はダメなんだみたいな。とにかく勝つんだみたいなね。だからあれ、僕すごく好きなセリフなんですよね。 だからその人生に勝ち負けはないとは思います。だけども、この資本社会主義の中で、うん、その年収が低い人と高い人は言います。それを勝ちなのか負けなのか、どう考えるのかわからないですけども、僕は、あの、なんだ、うん、金持ちを見るとムカついてたんで、くそみたいな。なんで貧乏なんだ、みたいな。だからその成功したい 成功することが勝つこと。まあ、今回のテーマで言うならば、あの、勝つことに相当するんですけども、お金を稼がないと負けっていうね。うん。なんか、ま、別にそれは当て込みをどうあなたがするかはわからないですけども、お金を稼げない人は負けっていう。だから、久保さん負けず嫌いですよね。負けたが、あいつができるんだったら俺にもできるみたいなね。あいつが稼げるんだったら俺にも稼げるっていう。 だこの前ね、熟成さんで、あやさんっていう人がいて、まあやさんはもともとバンドマンを二音楽を二重、結構やってたんですよね。で、サラリーマンをちょっと経験して、そこからね、まあネットビジネス始めたわけなんですよ。で、なんかインタビューしてるときに不安なかったですかみたいなことを、まあ、聞いたんですよね。だってまあ、畑違いなわけじゃないですか。まあ、ずっとバンド、ネットビジネスが全くやってないわけですよ。ネットで稼ぐなんてことは全くやってないし、 畑違いだし、うーん、ね大丈夫かなと思いますよね。でも、それなんでできたんですかって聞いたときに、いや、他の人ができてるんだから、できないことはねえだろうっていうね。いや、他の人が稼いでるんだから、自分にも、なんだろう、同じ人間じゃないですか。ね。その人は宇宙人だったらわかんないですけど、同じ人間ができてるんだったら、まあ、できないことはないんじゃないかなって思ったらしいんですよ。でも、まさにその通りで、 うーん多分、やろうとはできるはずなんですよ。うんでも、そこで、まあ、どういう気持ちがあるかですよね。俺は負けてたあるものかとか、あいつができるんだったら俺にも絶対できるはずだって思うのか、思わないのか、いや、どうせあの人だからできるんでしょ俺には無理だよって思うのか、<laughs> まあ、どうせ無理みたいなね。まあ、どう思うのかが結構大事だと思いますね。僕もプライドっていう言葉はあんま好きじゃないですけども、なんかその、まあ、 久保さんの言う通り負けず嫌いですからね、僕も。久保さんに負けたくないですからね。そう。だからこのリレーが続く理由も、負けず嫌いが結構大きな部分は占めてると思いますね。うん。僕で終わらせる。まあ、別にこ,こに勝敗はないんですよ。このリレーに勝敗はないんだけど、勝手に勝敗をつけるというか、僕が怒らなくなったら僕が負けるみたいなね。そう。どっちが先にやめるのかみたいなね。そう。 勝手にゲーム化してるっていうね <laughs>。そう。まあ僕はあの、負けないですけどね。まあ久保さんもそういう気持ちでやってると思って <laughs>。うん。まあこれだからもう本当にどっちが、どっちが長生きするかですね。うん。多分もう生きてる限り多分、多分久保さんも負けず嫌いだし、僕も負けず嫌いだから、このリレーは多分続くと思うんですよ。80になっても続くだろうし、だからまあど本当にどっちが死ぬかでしょうね、先に。 死んだ方が負けっていうね。すげえ戦いだと思いますね。言ってらっしゃい。